試合時間もあと10分ほどとなりました。仕掛けに行く小島の左足、うん、ヘディングシュート、大宮勝ち越し、中野聖也見事に頭で合わせました。中野は今シーズン初ゴール。小島選手が、ね、抜け出しでいい場所にいたんですよね。そこで武田選手とのコンビネーションから、あとは左足個人技で、ね、カットインして、ここも得意な形だと思いますけど、で横にドリブルして相手のライン一度止めて、でその裏のできたスペースに、ね、送り込む。中野選手の飛び込みも非常にタイミングいいですし、まあ、中野選手もともとこういうプレー得意ですからね、はい、相手の見えないところから入ってきて非常にいい得点でしたね。中野は確かな判断、技術と感覚を合わせ持つ